はい、こんにちは、北沢コレクションです。今回はこちらの国産名車プレミアムコレクションのホンダレジェンド2ドアハードトップをご紹介します。ということで今回はこの国産名車プレミアムコレクションなんですけども、このチャンネルで取り上げるの久々ですよね。で今回はこちらですね、69号ということでホンダレジェンド2ドアハードトップ1987年のモデルですね。こちらが発売されました。このモデル自体は5月の静岡ホビーショーでですね、このモデルを見てこれできいなと思ってもう出たら買おうと思っていたんですけど、ようやく発売されたので買ってきました。でこのようなパッケージになっています。ということで早速こちらのパッケージの方を開けてみたいと思います。では開けてみます。はい、こちらがミニカーですね。サッシはこちらになります。ということで写真もすごいですよね。実写のような写真なので非常に期待が持てるんですけども、そんな形ですね。このホンダレジェンド2ドアハードトップは本当個人的に本当に大好きでですね、近くのホンダクリオ店によくカタログをもらいに行ったりとかですね、そんなこともしていたんですけども、そう 2.7 リッターの V6SOHC エンジンを横置きにした FWD の車なんですよね。そういった意味でも他の国産のクーペとはちょっと異なる感じでしたよね。モデル展開としては最初に出て、あとはエクスクルーシブが追加されたっていうぐらいで本当にシンプルでしたよね。でこのサッシで少し気になったのはこちらですかね。この2枚の写真なんですけども、エクスクルーシブの写真なんですけども、ただですねこのキャプションが両方同じになってるっていうですね、結構間違えたんだと思うんですけど、こちらは天道木工製の本木目パネルの話をしてるんで、多分こちらは国産車で初めて運転席 SRS エアバッグを標準装備したっていう、多分これを言いたかったんじゃなかったんですけど、ここが同じ文章になってしまってるのは微妙に気になりました。別にいいんですけどね。そして後半はこのような形でスバルの歴史とか車種の解説などが行われています。で次号はこちらですね。第70号は7月31日発売で、車種はトヨタ MR2 ということで SW20 型の2代目 MR2 が予定されています。この写真も実写みたいですよね。すごい出来いいなと思って、この MR2 も相当期待できるんじゃないかと思いますね。ということで次はこちらのミニカーの方を開封してみたいと思います。では開封してみます。はい、こちらですね、アクリルカバーの状態なんですけども、こちらは非常に綺麗ですね。ちょっとここの辺りとか、ここはなんか上が少し擦れたような跡がありますね。ちょっとここは残念な感じがしますけども、そうですね、ちょっとかすれが多い感じがしますね、この個体は。では開けてみます。はい、いやーいいですね。なかなかいい感じじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。こちらのモデルなんですけども、台座にはこのようにホンダレジェンド2ドアハードトップEKA31987 ということで、こちらの形式名が印刷されています。ものによってここのプレートが少し剥がれ気味になっているものとかもあるんですけども、こちらに関しては全然問題ないですね。でこちらのモデルの検品ポイントなんですけども、で今回は本屋さんで買ってみたんですけども、いくつか在庫あって見てみたんですけども、これ変わり映えしなかったですね。もう非常に品質が安定してるんで、全くこの個体差っていうものは相当気にしなくていいかなという感じがしました。店頭で確認できる部分っていうと、もうここの窓枠が綺麗かどうかとか、もうそれぐらいしかないんですよね。このサイドモールの処理とかも非常に美しかったので、ここも特に問題なかったし、このドアミラーについても角度と言ってもそんなに気になるレベルじゃないかなと思ったんですよね。なのでこうやって振ってみて、なんかパーツが落ちているとか、まあ、そういうことがなければ、そのまま買ってしまっても特に問題ないんじゃないかなというふうに思いました。ということで次はこちらの台座から外して、さらに細部をチェックしていきたいと思います。はい、台座から外してみました。改めて見てみると、やっぱりこのスタイリングは本当に美しいですよね。こちら正面です。
横長のヘッドライトとグリルの表現が見事ですよね。こちらはリアになります。こうやって見るとグラスエリアが結構広いことがわかりますね。こちら左側面です。伸びやかなクーペスタイリングが特徴的ですね。こちら右側面です。タイヤホイールと車高のバランスが自然ですよね。こちら上面です。クーペでありながら室内空間が結構広く取られていることがわかりますね。こちらシャシーです。後期された V6 エンジンと排気管の取り回しの様子がよくわかりますね。それでは各部を見ていきます。まずボディの台数なんですけども、こちらのモデルに関してはフロントからリアまで一体のダイキャストボディで作られています。まずフロントなんですけども、このように非常にシャープな作りになっています。あとヘッドライトなんですけども、こちらのクロームの処理もなかなかクオリティが高いなというところですね。ホンダのエンブレムはこのようにメタルのインレットで表現されています。ただですね、ちょっとこうやって見た時に少しずれてるかなっていうのが若干気になるんですけどね、まあ、そこを除けばですね、非常にシャープな出来で、これデカールじゃないんですよね、うん、ちゃんとメタルのインレットみたいなので作られてるんで、これは非常にポイントが高いですよね。そしてグリル内にはこのように V624 バルブというこちらの文字も再現されています。あとこちらのレジェンドのメーカープレートも、これもいいですよね。あとこのモデルで個人的に非常にいいなと思ったのはウィンカーレンズの処理なんですよね。まずこちらのフロントバンパーのところはですね、このクリア部品のこの中央部にだけにですね、このクリアオレンジを乗せてあるというところでクリアレンズのウィンカーを表現してるんですね。でさらにですね、こちらのサイドのウィンカーですね、こちらに関してはこのオレンジのバルブですよね、これを印刷で表現してあるというところで、こういうですね、実写のような表現が可能になってるんですね。こういうディテールのこだわりはさすがだなって感じですよね。あとこのレジェンド2ドアハードトップに関してはですね、このボディの下側ですね、こちらの部分を2トーンカラーにしてガンメタルの塗装が施されてるんですけども、こちらに関してもですね、このような形でしっかりとですね表現してあるというところがポイントですね。ワイパーはこのような形でウィンドウとは別部品で表現されています。このモデルで若干気になる部分っていうと、ここのドアミラーですかね。全体のバランスに比べてちょっとドアミラーが大きめかなっていう感じがしますね。大したことはないんですけども、他のバランスが非常にいいだけに、ちょっとここのドアミラーが大きめかなっていうところは気になったりしますね。あとこちらのサンルーフなんですけども、実車はですね、スモークドサンルーフということでスモークの入ってるんですけど、こちらに関してはスモークは入っていないですね。窓枠のクロームに関しては、こちらはですね、ウィンドウ部品の方にクロームを施して、それをボディにはめるという形になってるんで、非常にシャープな出来ですよね。あとリアウィンドウに関してはこのように熱線のリアウィンドウですね、こちらがオレンジの色がちゃんと入っていると、ここが見事ですね。やっぱりレジェンド2ドアハードトップというですね、やはりこちらの斜め後ろから見た姿が本当に美しいんですけども、このモデルもですね、その魅力をたっぷりと表現しています。エンブレム類なんですけども、フロントはですねメタル製のインレットを使っていたんですけども、リアのエンブレムに関してはこちら印刷への表現になっているようですね。こちらのレジェンドの文字も同じような処理になっています。こちらのホンダとですね、あと右側のこの ALBV6 って書いてあるこちらのエンブレム、こちらも同じように印刷での表現になっています。エグゾーストエンドに関しては別部品で表現されています。シルバーでの表現になってるんですけども、穴の内側には黒い塗装などは施されてないというところですかね。あとは前輪の後ろにはこのようにマットガードが表現されていますね。タイヤとホイールはこのような形ですね。実車は 205/60R15 のサイズなんですけども、そのサイズをですねこのような形で表現しています。こちらの国産名車プレミアムコレクションはこのようにオールモストリアルのブランド名で知られるサムスモデル製のモデルなんですけども、こちらのメーカーの特徴は本当に実車をそのままリアルに再現するっていうところで、あまりディフォルメをしないんですよね。なのでですね、普通だとこういうタイヤホイールとかですね、かなりインチアップしたような仕様で作られる時は多いんですけど、
これは本当に205 60R15 ってですね、もう今で言うと本当に小径のタイヤホイールになるんですけども、それをしっかり表現してるんですね。なので非常にリアルというかですね、こうやって置いた時も全然違和感ないというか、当時の雰囲気をそのまま再現したような、そういう特徴がありますよね。多くのミニカーが結構車庫段気味のモデルになってしまってるんですけども、こうやって見ても分かるように、このモデルはこの車高のバランスが絶妙なんですよね。ここが当時らしいというか、自然な感じがよく表れてるなと思って、そこがいいところですよね。インテリアに関してはこのような表現になっています。このホンダのエンブレムがしっかり再現されているのがいいですね。あとメーターパネルもデカールで表現されています。ただ惜しいのはですね、この天動木工製のこのウッドパネルですよね。こちらは表現されていないようですね。本木目パネルはレジェンド2ダーハートップのインテリアとしては欠かせない部分なんですけど、ここは表現されてるのはちょっと惜しいかなっていうところですね。あとインテリアカラーについてもこのようにですね、黒一色になっています。ホワイトのボディカラーの場合はブラウンとベージュのインテリアカラーになるのが大体普通だと思うんですけど、このあたりはコストの問題もあるんで表現できなかったって感じなんですかね。そこは惜しいところなんですけども、まあ価格を考えれば仕方ないところですかね。ということで今回は国産名車プレミアムコレクションのホンダレジェンド2ドアハードトップをご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。